木星の衛星ウーロッパに着陸する ITS の宇宙船インタープラネタリートランスポートシステムはアメリカ合衆国の宇宙企業スペース X が2016年に発表した最主要型のロケットエンジン打ち上げ機、それに宇宙船からなる宇宙飛行システム。火星への有人飛行を想定したシステムであり、当初はマーズコロニアルトランスポーターの名で呼ばれていた。 スペース X は ITS 発表の翌2017年に ITS を発展させた BFR と呼ばれるロケットを発表しており、以後は BFR の名で開発が進められている。BFR を ITS の一要素とする場合もあるが、本項目では2016年の構想について記述する。スペース X 社の CEO であるイーロンマスクは2007年以来、 個人的な目標を火星への有人探査と定住を可能にすることとしている。2011年には10年から20年以内に火星表面に人を送ることを望むとインタビューに答えた。2012年以降マスクは火星に1000人規模の植民地を10カ所建設する構想を持っていて、最初のコロニーは2020年代半ば以降に建設予定であるとした。2012年11月。 マスクは既存のファルコン Q、ファルコンヘビーに続く新たな最使用型ロケットシステムを数十億ドルで開発する個人的な計画を公表した。このニュースはスペース X 社の発展型ファルコンブースターでファルコン Q より大型である。と伝えられた。しかしマスクの発言を裏付けるスペース X からの発表は2013年までなかった。2013年6月。 マスクは、スペース X の株式を、マーズコロニアルトランスポーターが、定期的に運行した後に公開すると話した。2014年2月、マスクは、MCT は、SUV の100倍の大きさで100人を一度に、火星へ輸送できると述べた。同様にスペース X 社のエンジン、開発担当責任者のトム・ミューラーは、スペース X は、ラプターエンジンを、ファルコン9の、 ブースターコアに使用される旧機のマーリンエンジンのような使用法を予定すると述べた。彼は一度に100トンの貨物を火星に輸送可能であると述べた。MCT で使用される予定の大型ロケットのコアのブースターの直径は10メートルで、ファルコン九のブースターコアの約3倍の直径で断面積は7倍以上である。二千十四年八月、ラプターエンジンを備えた。 超重量級打ち上げ機は、軌道飛行状態でのエンジンの状態の試験項目を、すべて試験するために2020年代初頭に打ち上げ、試験を予定するが、植民化についてはさらなる未来になる見通しであると報道された。2015年1月、マスクは2015年末に、火星輸送システム用として、完全に新設計の詳細を発表することを望んだと述べた。 2016年9月、マスクは、この輸送システムは、火星遺にも対応可能であるとして、インタープラネタリートランスポートシステムと呼称することを発表。ついで開催された第67回、国際宇宙会議にて、初めて ITS の詳細を明らかにした。発表された打ち上げ機は、直径が12メートル、宇宙船では17メートルにもなる巨大なもので、 両者を合わせた全長は122メートルにも達し、ラプターエンジンを打ち上げ機に42機、宇宙船に9機搭載していた。2017年の第68回国際宇宙会議では、前年の計画はやや課題であったとして、縮小された新たな計画が示された。BFR と呼ばれるこの機体では、直径が打ち上げ機、宇宙船ともに9メートル。 全長は106メートルとなり、エンジン数も打ち上げ機に31機、宇宙船に6機となった。またこの機体が運用中のファルコン9の後継機となることが示された。以後、スペース X は BFR の名で開発を続けている。地球を旅立ち月を通過する ITS の宇宙船。インタープラネタリートランスポートシステムは地球軌道を超えた長期にわたる飛行を行うための さらに火星への輸送コストを数桁のレベルで低減することを可能とする以下のような複数の特徴を持つよう設計された。ITS の超大型打ち上げ機は火星軌道に450トン、地球低軌道に380トンもの打ち上げ能力を持つ計画であった。ITS 発表当時、このロケットには正式な名称が与えられなかったが、マスクは自身のツイッターで ミレニアムという名称を提案していた。それ以前は1993年のビデオゲームドゥームに登場する最強武器 BFG9000 から BFR などとも呼ばれていた。2016年9月の公式発表では機体の各要素はインタープラネタリーブースター、インタープラネタリースペースシップ、タンカーとして言及された。ITS の打ち上げ機は1段目2段目とも 液体メタン、液体酸素を燃料とする、ラプターロケットエンジンを使用する。これら燃料の場合、タンクの圧力は自動的に調整されるため、手間のかかるヘリウムによる加圧を行う必要がない。打ち上げ機の再使用には、スペース X が2016年当時ファルコン9とファルコンヘビーで開発中の再使用技術が用いられる予定であった。火星に到着する。 宇宙船、インタープラネタリースペースシップは、全長が49.5メートル、直径が最大の部分で17メートルという大型の宇宙船で450トンの貨物と乗客を火星に運ぶ能力を持つ計画であった。初期の打ち上げでは、乗客は少数に止め機材が大半を占めることが予想される。宇宙放射線を遮蔽するために、水の内装を持つ可能性があり、 また、室内の酸素分圧は地球の大気の最大2倍になる。マスクは当初この宇宙機を一番目の BFR から派生して BFS の名称で呼んでいた。マスクはこの宇宙機は火星における人類の最初の居住地として効率的なものだと語っている。ITS 発表当時、宇宙機もインタープラネタリースペースシップと呼ばれるのみで、 特別な名称は与えられなかった。しかしマスクは火星に向かう最初の宇宙船の名が銀河ヒッチハイクガイドに登場する宇宙船にちなんだハート・オブ・ゴールドになるかもしれないと語っている。軌道上でインタープラネタリー・スペースシップに給油する ITS タンカー。宇宙機のもう一つのバージョンが ITS タンカーと呼ばれる燃料輸送用のタンカーである。 インタープラネタリースペースシップと同じように、タンカーも ITS の打ち上げ機における2段目として機能する。タンカーは地球低軌道でのスペースシップへの燃料補給に特化していて、打ち上げと短期間の飛行を行うようデザインされている。打ち上げ後は、軌道上で待機しているスペースシップからの操作でランデブーを行い、最大380トンの液体メタンと液体酸素を給油する。 インタープラネタリースペースシップは最大で1900トンの燃料を搭載可能なため燃料を満載する必要があるような長期間の宇宙飛行の場合は最大5機のタンカーが必要となる ITS タンカーの寸法はインタープラネタリースペースシップ同じ全長49.5メートル直径17メートルである宇宙機は推進用6機マニューバ用3機の 軽球機のラプターエンジンを搭載する。このラプターは、真空化に最適化されたバージョンとなる予定で、1機あたりの推進力は 3MN となる。給油ミッションの完了後は、タンカーは大気圏再突入を行い着陸、新たな給油ミッションへと再使用される。最初の打ち上げ施設としては、フロリダ州ケネディ宇宙センター第39発射施設が想定されている。 ITS の打ち上げ機に対しては小さすぎると考えられるが、ラプターエンジンの大きさ自体はすでに使用されているマーリン 1D エンジンに近い。しかし各エンジンの出力は約3倍になる。39A においては27機のマーリンエンジンを搭載するファルコンヘビーの打ち上げが計画されているが、ITS の打ち上げ機は42機のラプターエンジンを搭載する。 マスクは2016年9月27日の発表にて ITS の打ち上げを複数の車上より行うことを示唆した。二つ目の候補地としては南テキサス州の海岸沿いの車上が,上がっている。2014年3月時点で ITS の打ち上げ施設は決定されていない。しかしスペース X は同社がリース中の LC-39A が ITS の打ち上げに対して十分ではなく直径10メートル級のロケットに対応する新しい車上を建設する考えを示していた。2014年9月、マスクは他の惑星に向かう最初の人間は南テキサスの同社の車上から打ち上げられるかもしれないと語った。しかしこの際はどのロケットを用いて人間を宇宙に届けるのかは示さなかった。マスクは 火星の植民について住人強の小さなグループからスタートするだろうと想定している。この小さな拠点が時間とともに成長し、やがては自給自足可能な社会を作り上げ、100万人以上の人々が暮らす世界となることを夢見ている。マスクは100万人という人口は途方もない数と感じるだろうが、これは火星に産業基盤を再構築する必要があるためである。 移住者は地球より厳しい環境の中で様々な素材から必要な鉱石やオイルを得る必要がある。しかし、ここでは植物は育たず、酸素も窒素もなく、石油もない。自然な人口像を考えない場合、一度に100人を運べるとしても、100万人を実現するには1万回の輸送が必要である。しかしこれらの人々は大量の物資も必要とする。 人員に対する物資の比率は極めて高く、人間一につき物資10が必要な場合、必要な輸送回数は10万回となる。さらに、この10万回というのは巨大な宇宙船での話である。火星への旅は平均で115日かかる。マスクは最終的に輸送コストを50万ドルのオーダーに引き下げたいとしている。火星に人々を送り込む前に、 居住施設や物資を送り込むための数回の無人ミッションが行われる。こうした初期のミッションで送られる設備としては、肥料を生産する装置や、火星大気の窒素と二酸化炭素それに、地下の水の氷からメタンと酸素を生産する装置、また作物を育てるための透明なドームを作る、建築資材が挙げられる。土星を飛行する宇宙船2016年9月の ITS の 発表では、火星以外のミッションとして、土星の衛星エンケラトゥスや木星の衛星、エウロパン、エッジワースカイパーベルト天体、さらには、名王星に燃料貯蔵庫を置いて、オールトの雲を探査する案などが提示された。推進剤コスト、168ドル、T 車上コスト、20万ドル、1打ち上げ割引率5、5%合計コスト、6200万ドル、 カーゴデリバード 450T 火星への1トンあたりのコスト14万ドル未満。スペース X は ITS の最初の打ち上げに先立ち、ファルコンヘビーと火星仕様のドラゴン宇宙船による火星探査を計画した。惑星の位置関係から火星ミッションが打ち上げ可能な時期は通常約26ヶ月ごととなる。2016年6月には同社は 最初の打ち上げを2018年に計画しており、各打ち上げ可能時期ごとに打ち上げを行うつもりであることを明らかにしていた。初期のミッションでは、ITS の設計改善に欠かせないデータの収集と水や建築資材といった様々な資源が利用可能な着陸場所の選定が行われる計画であった。さらに ITS の発表では、 二度のファルコンヘビーによる火星ミッションの後に2022年にも ITS の最初のミッションを行うという野心的なスケジュールが提示された。しかしこれらの計画は後にレッドドラゴンの開発中止や BFR への計画変更に伴い全面的に置き換えられている。ありがとうございます。